皆様こんにちは、絵画骨董買取プロ修華堂金子でございます。今日はですね、この不動明王を描いた入江波光さんのご紹介でございます。入江波光さんといいますと京都の画壇でですね、京都で、大正の末にですね、革新的な日本画ブームというのが起こりまして、国画創作協会なんて言いますけども、大物蟄居さんですとか村上佳菜さんですとか、そういった今でいうところのもう非常に有名な先生方がですね、その当時京都の革新画壇を目指して独立していきました。入江波光さんもその中のお一人でですね、あまりこうその後もですね、生涯を通じていろんなところの会派には属さないでですね、半ばオリジナルでいろんなものを追求して書いていかれました。この不動明王なんかはですね、私どもも扱いますけれども、非常に不動明王というと入江波光というぐらいですね、特にこの不動明王に対しては非常に評価が高いお作品でございます。他に如意輪観音ですとか、馬に乗っているような観音像なんかも描かれておりまして、波光はこういった仏画はですね、村上画像の影響をもちろん受けていると思うんですけども、非常に高いと言われております。この他にもですね、日常の風景でですね、描いた魚ですとか、あるいは生物と言われる野菜ですとか、そういったものもですね、非常に京都らしい上品な優しいタッチで描かれた作品が多いんですけども、入江波光先生のお作品ございましたら、ぜひ私どもで評価をさせていただきたいと思います。きっちりお答えさせていただきます。絵画骨董買取プロ修華堂では、入江波光さんの特に仏画、不動明王ですとか如意輪観音像ですか、そういった仏画を探しております。仏画以外でも結構です。こちらの電話番号までまずご一報いただければと思っております。あるいは最近便利なこういったパソコンの LINE、 携帯電話の LINE を活用してですね、この QR コードを読み取っていただいて、まず画像を送りください。いろいろお電話でお問い合わせいただくんですけども、やはり画像がありますとですね、より正確なご返事も一発ですることもできますので、ぜひこういった LINE もですね、ご活用いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お待ちしております。